はい、皆さんお疲れ様です。ゾウリと申します。ファイナルファンタジー7リメイク続きやっていきたいと思います。前回なんだっけ、この女の子彼女が怪我したからバレットからよろしくと手伝ってって言われてもらって、あのお金もらったって感じだね。ドア開けてそこにティファいると興奮すんな。行こう。ティファ、力を抜こう。え？緊張してるだろ。ありがとう。よし、行こう。お、仲間の装備はパーティーを離脱した時も変更できます。状況に応じて必要なマテリアやアクセサリーを付け替えましょう。ああ、はいはい。なんだっけ、あ、違う、これのやつか。もうポイント上げちゃったんだよね大丈夫か。じゃああれだ、買い物だけすっか。よっしゃ、まずはアクセサリーでバレットのやつは買わないでいいとな。モンスターはいないと自警団が確認した。あれ地図がわからん。あ、もう一個向こうだ違う、こっち今月のモンスター討伐数が出たよ。見て町一番の何でも屋のおかげで体験の注文が増えまくってるよちょっと遠いなうん、どうしようか。ティファーは、ティファーもつけてねえな。あ、ティファーはあれだ、別のやつつけてんだよね。あ、オールで見れんだよ。じゃああれだな、バレット。なんか。発動するとアクセサリーは壊れます。壊れんのかよ。今気づいた。え？じゃあいいや、ちょっと精神開けとこ。なんか、ノリで。よし。はい、バレットちょっと装備だけしといて。力でもいいんだろうけれど。あれ、お、何かおかしいと思ったらすぐに自警団。今日は、はい、テレビ見てちゃう。よい、俺こっち側に来たか合ってる？ああ、はい。スラムに住みたいって人が。うん。OK。なるほどね。先に向こう行く。向こうに行かなきゃいけない。遠いな。クラウドさん、お、あなたは想定以上の逸材です。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。はい今日は特別なんです。でかいのいるな、目立つぞ列車が来たらそっからが作戦だ。準備はできてんだろうな。オーケー。ピックス、もう始めてるのかな。早いとこ巻き返さねえとな。どうしても今日なのか。動き出したら止められねえんだよ。大勢の同志が動いてくれたんだ。爆破の予告もしちまってる。魔航路止めないと今日もやるってな。悪いのはシンだ。しれっとしてろ。
本日アバランチと名乗る反神羅組織によるマコーロ爆破予告声明に関わる特別警戒態勢の影響によりダイヤが大幅に乱れての運行となっております。4番街駅には定刻より遅れての到着予定となります。ターゲットは5番マコーロ。駅からは市街地の裏道を抜けて、マコーロ内に入っちまえば、あとは1番と同じ。魔鋼だまりを目指す。はい、ドカンとかましてやるぜ。JC とエッジの分まで俺らでやり遂げる。あ、目立つか。お前らはここにいる。か固まってると目立つかっていうか、背負ってるこいつが一番目立ってると思うけど、あいつ神羅じゃないよねってすぐ思うよね。クラウド、まもなく ID スキャニングエリアを通過します。最初の観音だ。楽勝だろ。大丈夫だって分かってるんだけど落ち着かないね。立つ位置がどうあがいてもおかしいよね。隣の車両見てきてもらってもいい？少し心配なんだ。どういう意味だ？バレット、作戦の前はピリピリしてるからお客さんたち怖がってるかも。放っておけ。そう言わずに、私は大丈夫だから、はあ、すぐ戻る。ありがとう。で、離脱したのか今のか。ちょっと待てよ、なんであんなところにあんなもんがあんだよ。おかしいだろ。擁護するのか。いい迷惑だ、アバランチなんて。ああ、爆破予告でどこの営業所も大混乱で現場では悲鳴が上がってる。だけど私は、いや、神羅社員は戦うよ。マコーロを止めたりするもんか。なんだ、文句あるか。文句だと？んなもん。特にない。ふん。はっ。こん。あんたはどっしり構えてろ。なんでその曲なんだよ。それよりももう気になるよ、そこにあるものが。いっちゃん気になるだろう。回復。ちょっと待って、色違くね。あの色は変わんないのかな。あ、変わんねえんだ。なんだなんだしょうがない、戻るか。マテリアルは手に入れたわけだし。隣に戻っとけ。ティファのそばにいてやれ。いた。臨時 ID スキャニング中です。どうして？臨時 ID スキャニング中です。非常警戒態勢を発動。お、どうした？ ID の疑いあり。後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変。お前ら早く来い。
何これ。クラウドはそいつらお願い。任せて。あー、なんかあったな、これ時間制限みたいなの。あった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 。うるせえ。おい、うるせえな、分かってんだよ。クラウド、え、いけないけど、まだいんのかよ。近い。おい、マジかよ、勘弁してくれ。おお、早く逃げて。どういうつもりだ。そこならきっと安全だから。私は信頼社員だ、敵だろ。敵じゃない、みんなを守りたいの、お願い。こっちは私が面倒見る。守るから。キリがないな。手配 ID 保持者3名の確認を確認。相当フェーズに行く。トイレ様の言う通りってか。仕方ない。ん？駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか。速度を落とせばいい。それビックスのプラン E だ。いやー、クラウドそれ難しいぜ。絶対難しい。ティファ。行けるか。大丈夫。いやー、絶対すり傷とか速度落ちてるとはいえ相当なすり傷あるぜ。沈め、消え失せろ。おい、おい、消えろ。はいはい、はい、終わりだ。はい、いや、ちょっと待って、見破るさせて。選挙だ。おーおーおお、やっちゃった。どっち行くの、どっち行くの、向こう。おお。どっちに行かなきゃいけないの、どこにいんの。ありがとね、さっき飛び降りるとき。平気だ、軽かった。もう何それ。ああ、そういうこと。おい、カメラ映らねえように移動したろ。今映ってなかったら何でも分かった。愉快痛快、相当フェイズをかいくぐるとはな。はっ、しぶといネズミだ。3匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。2匹と合流させろ。はっ、了解しました。よし、どこにいるの、あれか、あれはあれだな、敵だな。いたぞ、手配 ID 者を発見しよう。応援を頼む。そこだ。アビリティで見破るで、違う、前備えだ。うん、雷と風なのね。やめ、えずい。
しく。はい。いやーもう。うん。うい。はあ。どうだ。うい。なんか今ついでに切ったぞ。止めた。オッ次に備えろ。うん。分かってる。チャクラが成長した。でどこ行くの？窓かな。まっすぐか。どけどけ、あ、なんかいる。バレット。何やってないです。無事だったか。なんでそっちにいんだよ。すぐに行く。おう。そこに階段がある。あるな。早く合流しないと。オーケー。ゼクラゲどもだ。100%。お、ちょっと待って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 、こういうところの下にさ、よくさ、宝箱がねえのかよ。ちくしょう。大抵あるのに。踊らされてるもんな。おりゃえ、押されてる。急ぐぞ。バレット。おお、こっちだ。叩き切る。おい、いい感じです。飛んだよ。知らず。おい、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 終わりか。手だもんよ。追っ手は振り切れたかな。余裕余裕。場所の確認して、さっさと作戦再開だ。こっからはプラン E だ。一気に落ちた。予定通り行ってりゃプラン A。 こいつは駅からまっとうに魔法路を目指すルール。今は予定から外れちまったが、抜かりはねえ。オプションを準備してあんのに。魔法路から近い順にプラン B、C、D とな。いくつあるんだ。いいまで。一番遠いじゃねえか。ギリギリか。あついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番階線。今いるここは隣の5番マコール線のね。まずは線路沿いにマコール方面に進む。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。マコール近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるから。あっちだね。5番街の仲間が目印をつけて。心配はいらねえ。行けるぜ。行ける。俺の勘がそう言ってるね。バレットの勘当たんのか。はい、クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております。スマホだ。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。では。失礼します。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ被害が想定より大きく、このままでは、お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。は被害だと。それがどうした。所詮は使い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。部下が無能だと苦労する。その点プレジデントは幸運だ。この俺様がいるからな。
ハハハハ。全然思い出さないんだよなあいつ。ごめんね。まっすぐ行くの？どっち？マップ？休息ポイントがあるのこっちに。え？っていうことはまあこっちだよな。で、休息ポイント。目印は神羅の犬の絵だ。壁、気にしとこう。中堅スタンプ。奴の鼻が向いてる方に五番魔法路への道が続いてんだ。何言ってんの？信号の色も見落とすな。青が俺たちの進行方法だ。は？邪魔はさせない。青。青っていうのはその真ん中が青だからってことでいいのかな？これだ。攻めるぞ。はいはい。油断したな。わあ、おお。うん、ふい、あー、食らった、地球を呼べねー。あ、当てる。勝負あり、行きました。やる気は。当てる。邪魔だ。うん。マコロは青信号の先だぜ。マコロ青信号の先？ミックスが上にいる。ジェシーとやるはずだった仕事だから一人で手こずってるはずだ。早く行ってやらねえと。どこにあんの？いる。おお、久々に見たよ。カットはいいか。はい。じゃあ攻めるぞ。はい、よいしょ。おお、邪魔だ。おい、なんでなんでできねえんだろって。本当だよ。違うよ、アイテムだよ。まさかやられるとは思わなかったな。逃がさねえぞ。おい、行けるか。私に任せて。俺の見せ場だ。さあ行くよ。フォローはこんな端っこにいた。違う、こうこうこう。ハイポーションでいくつか行くぞ。行くよ。道理でおかしいと思ったら教習になってやがった。だからか、なんか変だなと。え、犬ってどこにいるんだ。バレット声大きい。本当だよ。だから俺は声を出したくても出せなかったぜ、このクラウドさ。青。あったぜ。あれ、これがそうなの？全然分かんないけど。問題でか。どうせ死ぬときは死ぬんだ。こいつの鼻に頼る。スタンプの鼻が向いてる方が行くべき道。目印の通りに進もう。分かりやすいんだか分かりにくいんだかよく分かんねえな。オブショー。びっくりしたじゃねえか。負けるわけがねえ。バレットってば。え、回復だけはしちゃう。予想とは違う。なんだろう。モンスターのスカナ。ああ、プレートの中のモンスターは魔法の影響でヤバいことになった。魔法のせい。ああ、神羅のせいだ。
あんたの世界は単純でいい。おお、なるほどね。じゃあこっちこそ。よく悪いな。はい、沈め。ちょっと待って、ちょっと見破らせろよ。はっきり。あっおっしゃったよな。消え失せろ。はいはい。じゃあ叩き切る。オッケー、次もこの調子。犬のスタンプがどうこうと言ったな。剣でよくね、今の。今俺がそのボタン剣でよしたけど、それでよかったんじゃないかな。ボコボコにしてやるぜ。嫌なら逃げなさい。そうだ、行くよ。あれだな、悪いな。グレイバーの使い勝手が良すぎる。消え失せろ。次行くぞ。気が早いな。次行くぞ。次、ちょっと待って、どこに、どこ行くの。違う違う、どこ行くの。これ乗れる、これ違うな。どこ行くんですか。お、あそこ。ああ、こんなとこあったんかい。よし、また昆虫パークでも作る気がする。ふっふっ、やだ、大きい。おお、なるほど、確かにでかいな。調子に乗るな。あ、魔法しちゃったよ。なんかハイテクかと思ったけど。叩き蹴る。これはおかしいだろ。え、待ってました。こちらだ。頼らせてもらうぜ。しのげるか。きついか。行くよ。こちらだ。仕留める。集中していく。こちらに。見かれ。あ、ちょっと待って、どうしようか。バレットでいいや。覚悟はいい。待って、これは俺にしよう。ということは、まず違う。ここだな。
嘘だろそんなバカな。お、治療がある。あーい、買う。毒、毒もあるのか。っていうことは毒を買っとこうって感じだね。よし。ところで全然犬見てねえけど大丈夫か。あ、いた。犬発見。鼻の向き確認しろ。上手にかけてるね。ああ、いけすかねえ感じがよく出てるぜ。見て、シンラも一応駆除してたみたい。やる気は虫以下だな。またすぐ相手くれ。適当に終わらせて帰るぞ。戦うの？どこから入った？王国にあったやつ、そっちか。よし、よし、どけどけ。こっちだな。早いぞ。OK か。こんなところかな。レベル上げをしたいんだろうな、本当は。レベル上げはしたいけれどさせてくれない。ちょっと待って。 OK。 お、まだあるじゃん。すげえな、無駄にポーションが増えてきた。どこに行くの？どこに行く？ん？おっと、前行くかな？これかな？作戦会議だ。場所の確認しとくぞ。ああ、そういうことね。近くに使われてねえ車両基地がある。そこが目指す場所だ。着いた後は？隠し通路がある。アバランチの戦闘データは十分な量が取れたと報告が。何度も同じことを言わせるな。報告など聞いて何になる。それは風体との戦争を忘れたか。敵を侮れば傷つくのは神羅の名声だ。歯向かう者は徹底的に完膚なきまでに叩く。それが神羅のやり方ではないのかね。ですが。おお、貴様はここの連中と一緒に仲良く職を失いたいらしいな。いい区画にある大型実験機を起動させます。手配を急げ。これでまた俺様の功績が増えそうだな。